一応これ、ここ取って中継でここの陣を攻撃でいいかな。任せてくれ。一応ね、まあ、巨匠、そういえば地域内政やっとこう。そうだね、ここ取り返したんで地域内政ができる。どれ取ってもいいんだけど、どれがいいんだろう。農地かな。これ見てる感じ13だもんね。はい、承知しました。じゃあ順位頼むぞ。まあこんなところでいいんじゃないかな。あとは劉備軍か。まあまあまあいいでしょう。土地占領がこいつ順位が多かったから、こうやってダメージが多いところにはまあいいのかなという感じだよね。で、牧羊の軍2万になあ、でも減っただいぶ。まあ聞いてください。全滅はさせてなかったけど、だいぶ弱らすことはできたのかな。でもこう考えると怖いね。敵がどうやって攻めてくるか分かんないからさ。まあそして3000か。結構増えてんだよな、兵。どのくらい増えてんの？兵数は毎回210人増えんのか。うちは255。まあ厳しいけどしゃあないって感じか。まあ落葉とかも兵数増えるわけだし、うちは。円は0とかなってるけど、円大丈夫か？まあまあまあ、このまま行きましょう。戦闘してたら歩兵もできんわな、そりゃ。円から。でもマジでそう考えると怖すぎるな。地域怪獣か。めんどくさいことをしてくるの。あー、でこれ上側取らした方がいいな。ご確認ください。よいしょ。まあ陣を壊してくれてるようなんで、ここは、中継という形で、そしてこのまま円に入場させようかな。心得た。これでいいでしょう。で、巨長はちゃんと仕事してくれてるし、巨長隊って3000いるんだっけ。3000か。8000か。じゃあ神竜の守りはここに7000だから1万4000か。円に1万4000。まあいいんじゃないかな。硬くなるし、これはいいことでしょう。てかまさかさ、連続で4カ国が攻めて、4カ国か。え？ 3 か。3カ国が攻めてくると思わなかったね。李郭と呂布と炎術か。なんでそんな攻めてきたって感じだけど、まあ、とりあえず相手の国力をこうなったらボコボコ下げることを目的としてやるのがいいと思うんで、ご確認ください。まあ、適当にやるんですけど、決済、まあ、兵糧売却をしてもいいのかどうか分かんないんだけど、とりあえずお金を使って、まあ、強化しつつ、まあ、兵糧も売っちゃっていいな、こうなってきたら。これで、まあ、お金と、お喜びください。お金を貯めてどんどん、まあ、国力を強化するために使うと、まあ、それでいいんじゃないかな。ただ陳竜の兵糧が1万7000しかないのか、ちょっと心配にはなってきた。陳竜に落葉から送っときましょう。少し輸送、まあ、兵糧は1万2000ぐらいでいいんじゃないかな。まあ、兵士も1000人ぐらい送っといてもらおう。まあ、誰でもいいんでこういうのは。陳竜、あ、そういえばお金も送ってもらうか。そうだね、どうせならお金も送らせよう。まあ、1000円しかねえのか。2000円全部送るのはちょっと怖いんで、どうなる、ちょっとね、何があるか分かってないから、一応、まあ、適当にって感じだけど。で、陳竜内政はどうなってんだ。地域内政、兵士の歩兵はでもちゃんとやってるっぽいな。
都市内生が変わっちゃったとか。いや、転移と花公園がやってるから大丈夫だね。じゃ、これこのままだね。とりあえず陣を破壊してくれればうちとしては OK でしょう。あー、攻めてきたな。よし、破壊した。聞いてください。陳竜にまた侵攻してきたか。これさ、ん、あー、ちょっと待ってな。この舞台に建設をさせようと思うんだけど、これはこれでいいんだけど、なんか投石台強いよって聞いたんだけど、あ、投石台でも費用が、あ、300でいいのか。作っとく投石台。まあ、陣でもいいけどね。この辺かなんかに作らせておけばさ、強いんじゃねえの。あ、ここに作るか。立地的には強いよね、多分この辺。あれ、ダメだ。任せろ。まあ、こんなもんか。建築はさせときゃいいでしょう。で、学神隊7000が円に向けて入ろうとしてると。いや、待てよ、これ。なんだ？建築させる前に、ここ行って、中継で、こっちも中継させて、で、まあ、できるだけ近いところに戻させる。やろう。多分こっちの方が強いわな。で、命令書を使ってないんで、使おう。まあ、探索行かせようかな、巨匠に。頼むぞ。出立いたします。で、登用もしたいんだよね、人材。新しいの見つけてはいると思うんだ。あ、見つけてないのか。忠誠高いやつばっかだな。それじゃ忠誠高くなってる。あ、下に行けば行くほど下がるのか、これ。あ、忠誠73いるぞ。あんま強くねえけど、まあ、演術隊を弱らせるためならいいか。では参ります。で、人材、報奨を行える武将はいません。名品の授与、この辺もやっていいと思うんだけど。あ、武力5に上がってんな、これ。武力5させるか。で、一番能力が高い、武力ブーストかけるべきだと思うんで。まあ、天性、助行もいいね。でも天意だろうな。これで武力100か。感謝いたす。もうちょい名品でめっちゃ攻撃力上げられるんじゃない？なったよね、武力上がるやつ。あ、でももう持ってる扱いなのか。あー、なるほど。じゃあダメだわ、もう上げちゃってんのか。よいしょ。そしたら習得させよう、武将に。まあ、今後使うことになるであろう武力の鬼、天意先輩に激励の書だって。まあ、激励の書じゃあ使わせる。まあ、ないより覚えてた方がいいはずなんで、これはいいことだと思う。で、習得まだできるね。曹操とかにも覚えさせたいけどな。統率かな、曹操は。うん、もうすでに強いのにもっと強くなる。まあ、適当に芸派の書だって。よいしょ、完璧じゃない。こんなもんでしょう。まさか陳竜にもう一回来んの、呂布。それはないと思うんだけど。1万2000もでもいるところを考えるとちょっと怖いけど、まあ大丈夫だと思うんだよね。陣も破壊しまくってて、内政っていう意味ではうちの国力がどんどん増えていくはず。
で、これあれだな、この様子を見とくと、吉報をお持ちしました。政治銃だって強っ。達成いたしました。めっちゃ見つけてんな。金は安いが、いや十分十分。ご確認ください。悪くないね。で、陳留の内政、地域内政で、これ今取ったばっかりの工場なんだけど、ここを土地の占領のやつ、純育使わなくてもいいか。純油が余ってる。いやでもどっちがいいんだろう、まあ、とりあえず一旦純油にしとくか。で、まあ、商業がいいのか農業。農業11上がんの。農業が一番効率いいな。心得ました。まあ、こんなもんか。他攻められてなさそうなんで大丈夫でしょう。でこいつこのまま入城させたいんだけど。うむ、なんか城に入ってるのが見えないんですが、なんでなんでしょう。で残り命令書9枚、まあ、探索行かせますか。円にでも、円なんつってね。よいしょ、行ってくる。まあこんなもんでしょう。あー決済見んの忘れたね。絶対見とかないといけないのに。まあ仕方ない。で陣破壊しただけなのか、うん、取りそうだったんだけどね円の土地は。お頼む、人を増やしてくれ。よし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 、いいぞいいぞ、人が増えた。で、ああ長領と吉報です。あ、おーなんか増えたぞ、利権も増えた。頼む、結構でも投与できたんじゃない思ったより。で1個取られたな。報告いたします。よくないね。まあ言ってでもやり方は変わらん気がする。とりあえず漁夫をどうにかしないといけないって感じかな。一応決済コマンドで今士気低下させたところでだよな。今させたところでなんで今回はお金貯めとこうかな。うん、そうしましょう。そして人材、今登用できなかった2人がいるはずなんですけど、弱すぎる。これは普通に探索に向かわせた方が強そうだ。巨匠、この2人なんだね。では参ります。まああとは姿勢は大丈夫だね。いやー円から、あー800か。なんでこんな兵数減ってるんだ。これ絶対今常用だな、取るべきは。これ常用取ろう。任免を解除。でここの円を、よしよしよし。で常用の800のところ取っちゃおう。出陣、学信に攻めさせんの。学信かこれ本当に。でも学信でよさそう。総人でもいいけど、総人訓練してるんだったら学信9000で攻めてみるか。いやでも総人の方がいいのかこれ絶対。能力値的には総人一択な気がする。総人にしよう。で兵士は最大でいいでしょう。まあ、魚鱗一択だなこんな。でここを攻撃で、出陣だ。多分なんだけど6000いれば武漢からの攻撃は耐えられるはずだから、一旦はこれでいこうかな。あとは決済、
うん、破壊工作しても、いや、まだだね。このまま行きましょう。これ、上位を取れたら、支配国5つになるんで、だいぶ有利になるぞ。頼む。上位を落としてくれ。で、漁夫うざいな。守備は上々です。結構多いね。いいね、しました。だいぶ見つけたじゃない。悪くない悪くない。報告いたします。いろいろできることがあるな、これ。炎将軍との同盟、ああ、これは炎将と絶対同盟結ばないとな。まあ切れてから結ばないといけないみたいなんで、これは。まあ一応今考えてることは、まず内政だね。地域内政で、この領だね。領を担当の人は、この土地占領が強い純育だな、これも。純育に任せるんだけど、農業一択だな、この感じ見てると。で、決定。かしこまりました。で、内政、地域内政。で、ここが純育行ったところなんだけど、普通にこれは能力値で選んでいいと思うんで、どう考えても兵が足りん。兵11人。これで、兵舎。これで、まあ、人数的には対処できるかな。ってとこでしょう。なんなら艦中まで取れそうだ。何でこんな兵減らしたのか分かんないけど、上位を取れればでかいし、まあ、一石十鳥ぐらいだな、これ。で、こいつか。こいつの部隊は建設させたいね、この部隊。どうした。建設だわ。で、士気アップじゃない、普通にダメージ与えてくれてた方が強いと思うんで、近場に置いちゃえばいいんじゃねえの。この白いところを置けるところかな、多分。なんで、まあ任せろ、ここら辺に置いてもらいましょう。そして、そういえば縁もうちが吸収したんで、吸収はしてないんだけど、まあ、うちのものとなってくれたんで、この円のさ、ここなんかもっと土地占領がうまくいく人にした方が良さそうだよね。学信だな。学信に兵を育てながらやると。承知した。多分こっちの方が強いね。で、内政はどうなってる。地域内政、地域じゃない、都市内政だわ。まあ大丈夫かな。一応、宗神先輩が、上位は取ってくれそうだ。このまま行けばね。なんで、まあ、このまま放置でいいかな。そういえば、人材の発掘してなかった。まあ、登用という感じでいいでしょう。陳竜に、結構多いね。まあ、彼らに、行かせよう。いや、上位を取れたら本当にでかい。まあ、こんなところでいいんじゃないかな。そして落葉も結構兵生産してくれるんで助かりますね、そういった意味では。で、劉備のイベントを起こしてしまったがために劉備が強くなってしまった。これはね、結構微妙な感じな気がする。しました。いいね、知力が上がったわ。達成いたしました。まあ、この辺の名品は普通に放置しとけばいいと思う。強いわな。結構でも見つからないこともあんだな。あ、陳竜攻めてきたね。やっぱ来たか。そりゃ攻めてくるわな。で、どうしようかだよね、この後。聞いてください。陳竜に何人の部隊で攻めてきたんだ。1万5000で陳竜攻めか。やるな。で、ああ、落葉にも攻めてきてる。いや、めんどくせえ。守りきれる気がしないんだが。まあ、でも落葉は落葉に任せよう。理覚うざすぎるだろ。まあ、仮に
突破されたとしてもだよな。なんで落葉から、まあでもここはもう第2軍に任せてるんで放置でいいと思う。で今まずいのは絶対建築なんかしてる暇ない。いやまずは外交だな、違う、計略で地域開示しましょう。この伊邸っていうところに純育に任せて、もう一箇所宝球だね、宝球をじゃあ曹操に任せるか。たやすいことだ。とりあえず今できることはこんなことで、決裁の提案で、呂布隊、ああ李郭に家計を仕掛けるっていうのも面白そうだな。まあ、とりあえず今できることは 75% で混乱させよう。待ってな、李郭軍も攻撃しないとね。こんなもんか、確率低くてもやるべきだもんなこれは。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック、そのまま左側のおすすめ動画ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。